はい、ということでですね、先ほどは、このドーンブラスター、そしてこちらのギアトリンガーのね、おもちゃ紹介をしたんですけれども、いかがでしたでしょうか。実はこいつもあります。ドーン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 全開王がありますので、ちょっとこちらの全開王ね、せっかくなんで紹介していきたいと思います。これまだ開けてないから。これはね、ジュランおじちゃんとゼンカイジャーの最終回が終わったその日に G ロスト行った時にですね、これはもう自分で買ったものです。で、まず入ってるのはこちら、じゃーんと武器ですね。武器が入ってまーす。ジュランおじちゃーんガーン。最初ね、口がめちゃめちゃ開いた時にこの子大丈夫かなって、もう口裂けまくってるけど大丈夫かなと思ったけどね。はい、ということでこちらじゃーん、デレレレーン。そしてじゃーん、ドーン、エンヤライドーン46番。お、ちょっと待って、でもさ、これにさ46番入れたらさ、なるのかな。だってここの状態ではさ、45番までのおもちゃじゃない。46番を入れたら果たしてなるのか、検証していきたいと思います。じゃあ緊急ね、緊急流動的でごめんね。では行きます。1000番って言ったら何？ニューヒーローって言った。ってことはさ、この声も取ってたってこと。すごくない？これニューヒーローって言ったよね、多分今ね。おお、すごい。これもうだからあれだわ、もう構想の時点でドンブラと全開はもう一緒にあったわ。これじゃないとこんなことできないもん。だってこれもう最初から声取ってるってことでしょ。すごっ。はい、まずね、もうこのエンヤライドンね、エンヤライドンの方をまずね、ちょっと待ってね。みんなこういうのってさ、説明書とか見る？これあんま見ないでしょ、言うて。なんとなくさ、もうこれ見ながらいける感じじゃない？はいはいはい。まずこれでしょ、これでしょ。はい。スピードールだろだね。ここになんかこうやってスライドしてはめんのかなーってこう思ったんだけど、違うわ。ここにガチャってこうやって。で、はい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 。あ、これあれだわ。そうだ、車輪になってたわ、この子。こういうことだわ。車輪だわ、車輪。そうだわ。なってた、なってた。はい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 。だけど、こんなドンモモタロウって書いてあったっけな、あの車輪に。そこまで覚えてないんだよね。あ、ここはもうこのまま刺すだけか。こうだね、こう。こういう感じ、今。今、ここまで来てます。てか、もうこれで終わり？これで終わりじゃない？ほぼ。走行に合わせてマフラーが稼働するらしいよ、これ。ああ、ほんとだ。こういうことね。はいはい。ドンブラレッドがいないから俺が乗るわ。もうこういうことがあろうかとね、俺持ってきたんですよ。ちゃんとこれ、ほら、こういう感じですよ。見てこれ、なんかかっこいいわ。なんか思い出すわ、ゴーン VS 真剣をね。え、俺が運転して通りが切るみたいなさ、かっこいい。いいねこれ。しかも何がいいって、このギアが下に干渉しないのがいい。これで干渉したらどんどん削れてさ、最終的にさ、このデコボコ丸くなっちゃうじゃんね。だけど干渉しないからいい。ああ、いいわこれ、かっこいい。はい、まあドーン桃太郎が乗るとこんな感じ、こんな感じだけど、俺が乗るともうこんな感じですよ。見てほら、めっちゃかっこいいじゃん。いいね。ただ操縦できてないけどね、このゴーレットは。次ジュラン。はい、ジュランの方作っていきたいと思います。横にこれがつくじゃん、こうじゃん。で、逆もよいしょ、こうじゃん。ということでできました、ジュランです。じゃーん。はい、ああ取れた。これだけね、ちょっとね厄介かな。これこういう感じに後でつけてください。これはこういう感じでございます。ジュラーン。はい、これがジュラン。はい、ということで、じゃあ、今からですね、この、前回このジュランと、この、エイアライドン。はい。この2つを、今からですね、この、ドン全開音にしていきたいと思います。まずギミックがどう動くのかとかね、そういうのもちゃんと見た上で、あ。はい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 。まず1個、片方はこうだね。で、これで、さっきの足の部分、これだな。これがこういうことですね。はいはいはい。だこれがこのこういうことですね。ガチャーンってことですからね。だもう片割れを見つけるんですよ、ここから。と肩がこれこのままこのままなわけないよね。こうでしょ。こう、いやいや、だからこの車輪から一回取んなきゃダメだな、これ。多分取る、これは。あ、こっちか。これが腕で、これが腕で、これが足だね。これは絶対足だな、もう。これ足じゃないと無理だ、これ。これは足で、で、腰で、足、腰。見てよ。足と腰めっちゃ早くできたよ、これ。足と腰。そしてこれが手。いや、絶対ここだろ。ここ以外ないよ。で、こうだろ。こうでしょ、こうでしょ。で、これくっつけるんだけど。いや、まだ合致してないのに言っちゃってるよ。まだ合致してないけどね。腕がもう一個ないのか。あ、こいつか。止まってくれ。まだ完成してないのにめっちゃ言ってる。前回、おー、スーパージュランって言っちゃった。で、これ起き上がらせて、で、そこからこれにはめ込んだ方が多分スムーズにいきますね。そう、こうやって、この状態、だからこの状態ではめ込んでください、皆さん。じゃあこの状態で、ここにそのまま、もうガッチャンコ。こう。で、やり方は、この顔の、ところにこっちの顔、ジュランの方の顔をこうやって上からこうやって入れる感じで、多分はまるはず。こうやって、はい、こういう感じ。じゃーん。で、あと足ね、見て、ちょっと足が短いでしょ、こっち。そう、この足ですよ、この足で、この足の片方はこれどう出るんだ、こうか。なるほど。ゴーンソードと一緒だよ、これ、出方が。こういうことですよ、これ。こういうことだから、足足りないなと思ったのよ、これ。なんでだろうと思ったら、後ろからこうやって、引っ張り出す方式、これ。引っ張り出す方式。こういうことですね、こういうこと。こういうことです。はい。ということですね。で、ここから、まあ、あと武器をね、持たせて。武器は、これなんだよね、だから。うん。こういうことね。はい。うん。で、こっちが縦ね。縦はどうつくの？今、まあ、なんとか縦つきましたけど、この縦多分1回しか持たない縦ですよ、これ。いきますよ。マジ、超魔界村の鎧並みに脆いけど、いくよ。サーベルストレート、バーンってやったら、ほら、もうこんな感じよ。落ちちゃうよ、これ。俺今、どうやったかって言ったら、ここにただ挟み込んでるだけだから、これ。こうやって。シャキーンって挟み込んでるだけだから、これ。だからこれやり方がよくわからん。まあいっか。俺別に攻撃しかしてないから縦はいらないわ。こっち置いとこう。はい。これはこれ。これ何これ。これどここれ。こいつどこよ。これも分かんないな。まあでもね、別にこれなくても戦えるから、これもいらないわ。だからもうむしろこっちの方が大丈夫、これ、ね。もう一個武器持たせて、ほら。見てこれ。二段攻撃ですよ、これ。2回切れるってやつですよ、これ。見てこれ。で、1回こうやって切った後、俺は1回受けて、うわっと思ったけど、また次、ボシュワーみたいな。2段階ですよ、これ。2段階切り、2段切り。これ、ルローニケンシンの二重の極み的なやつよ。わかる？ドンドン。あ、これなんか何トンとか言いたいよね、本当は。何トンとか言いたいんだけどさ、それの情報がないわ。でも、ロボット的には、まあ比較的コンパクトかなって思いますね。僕たちのロボットとかもうこんなんですからね。めちゃめちゃでかいですから。ちょっといつか、あ、そうだね。じゃあ、ジュランおじちゃん、浅沼さんからもらったロボットと、俺のロボットと、このドン全開を並べて、ちょっと大きさの比較も今度ちょっとしてみようか。ね。どうせだったら開封動画見たいだろうし。はい、ということで、できました！ドン全開おーでございます。以上、皆さんね、見てくれてありがとうございます。まあ、こういったね、おもちゃ紹介動画、ちょっと僕初めてなんでね、まあ、結構拙い部分はあったとは思うんだけれども、まあ、なんかね、僕自身結構いろいろ、なんだろうな、おもちゃ持ってる部分はあったりとかするんで、まあ、こうやって、まあ、紹介していけたらなと思うので、まあ、そしてね、みんなのね、大好きなヒーローたちとも、ね、コラボどんどんしていけたらというふうに思ってるので、みんながね、コラボしてほしいヒーローをね、ちょっとね、参考までに、ぜひ書いてみてください。ほんと、それこそ最近ね、今年に入ってからいろんなヒーローたちとね、会う機会があります。メタルヒーローシリーズもそうですし、まあ、もちろん僕が大好きなね、先輩の10レンジャーとかももちろんそうだったりとかするし、あとね、仮面ライダーのね、方からも実は今なんかね、DM いただいたりとかしてて、お、ちょっとなんかコラボできたら面白いなーなんて人も実はいます。なので皆さんね、ぜひ、コメント欄の方に書いてください。ということで今日は、古原やすしさ TV 長くね、見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。またなー、バイバーイ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。